く楽しかったです。笑顔で溢れていて、緊張せずにのびのびとやらせてもらいました。映画を撮ってるみたいでしたね。こんな風に朝の時間素敵に過ごせたらいいなって思いました。自分の等身大っていうよりは理想の休日っていう感じでしたね。お仕事でしたけど、すごくリフレッシュさせてもらいました。エコバッグを持ってる人がすごい増えましたよね。私ももう習慣になって、家からビニール袋がなくなりましたね意外と生活に馴染むのが早かったなって思いますし、地球にもいいし自分の心にも優しいっていうか、いいことばっかりって思います。手紙を書くのがすごく好きで、今ってやっぱり海外の人ともスマホでつながれちゃったり、メールがピュッて送れたりするんですけど、筆を取って便箋に書いて切って貼って送る文化っていうのはなくなってほしくないなって思います。持続可能な社会っていうとでっかいですけど、そのためにできることって本当に身近にあるので、全部自分次第なんだなっていうのを感じます。暮らしの中の微笑みがずっと続いていくために、世界は今サステナブルな未来へと歩み始めている。エネルギー、リサイクル、シェアリング、オリックスの取り組みもそんな微笑みとつながってるといいな。世界はサステナブルへ、オリックスもサステナブルへ。